京都精華大学の関口と申します。よろしくお願いします。実はですね、本日こちらにお邪魔している私と森は、広報の方の事務局の私が、総括で森が課長ということで、皆様方のように先生方ではないので、そういう意味ではですね、ちょっと先生というのは間違いですので、その点をまずお詫びしておくと同時に、我々広報側の職員からですね、考えている OCW とこれからの展開みたいなところで、ちょっとだけお時間を頂戴したいというふうに思います。今ご覧いただいているのが本学のホームページです。で、先ほどちょっとご紹介いただきました通り、本学は4つの学部からなっております。芸術学部、デザイン学部、それから漫画学部ですね、それから人文学部と4つの大学を統合して表現の大学というテーマ性を持って、いわゆる広報活動をしているということになります。それで、ですね、ホームページのデザインも、これトップページご覧いただいてますけども、やはりそういうコンテンツ系ですね、いわゆるクリエイターであったりとかアーティストであったりとかプロデューサーを育成するということを大学の目標にしてますので、それに伴ったインフォメーションとかが中心になってます。例えばインフォメーションのトップに今来ているのが、漫画学部の卒業生が赤塚賞の佳作を受賞したとか、いわゆる漫画領域で在学生卒業生がどういう活躍をしているかというようなことになってます。で、当然講演会イベントとか、それから入試オープンキャンパスというような、私立大学にとって重要なところをトップページに持ってきているということになります。それで、実はオープンコースウェアについてはですね、どこに入ってくるかというと、トップページからではなくて、それぞれの学部ですね、こちらの方になりますけれども、学部の紹介というような教学の紹介の部分から入っていくということになります。これ今芸術学部をご覧いただいてますけども、芸術学部を見ていきますと、左の方のメニューにですね、いろいろなものが出てきて、各コースでもいろいろ、ブログ、それからホームページ作ってますので、いろんなものがあった最後のところにですね、こちらですね、オープンコースウェアという形で出てまいります。それで、実はですね、昨年1年間それほど進捗しておりません。という意味では、先ほど関西大学の方のお話もありましたけど、さらに肩身が狭い、ような思いの中でこの報告をしているわけですけれども、実はですね、昨年1年間ほとんど進展をしてないということになります。で、その言い訳ではないんですけれども、いろんなことをちょっとお話しておきたいと思ってまして、まず本学の場合は、美術系芸術系の大学であるということで、従来実技教育を重視してまいりました。という意味では、講義系のスタイルというよりは実技での対面指導というようなことが、重要視されてきてます。で、つい6年ほど前まではですね、芸術領域の実技教育は、対面教育でしか、実現不可能であるというようなことが、学内では確認されていたという状況であります。で、5年前になりますけれども、漫画学部とそれからデザイン学部を立ち上げました。で、実はこの3月に、1期生が卒業生が出てきているんですけれども、さらに今年の4月にはですね、漫画とデザインの研究科を立ち上げました。漫画の研究家というのはおそらく世界で初めてになると思うんですけれども、そういったことを、実際大学の中で教学で取り組んでおります。で、例えば漫画学部、漫画研究家からすると、いわゆるそういった教育機関が世界中にもあまりないので、かなり世界的にですね、その学びに対する需要みたいなものを、大学の方にいただいている状況です。ということで、逆にですね、そういった需要に応える形で今後、例えばネットを活用した漫画の教育というのはどういうものが公開できるのかというようなことを今学内で検討しているということになります。ただ本学の場合は、どういう形で検討しているかというと、そもそも芸術教育というのは、何なのであるかというようなところからの、検討を今しています。例えばそれが、ティーチングなのかコーチングなのかというようなところであったりとか、創造教育というのは一体どういうふうに行うべきかというようなこととか、対面教育の本質は何かというようなところを、検討し直しているというのが現状でございます。
で、これが本学のオープンコースウェアの、ページになりますけれども、今言った申し上げたようなことを現在ですね、学長室のもとにですね、全学研究センター、全学というのはすべての学問という、意味での全学、それから社会連携センターというものを配置して、そちらの方で中心に検討していると。でそれに伴って我々広報担当の部局の方にどういった形で、ホームページ等を通して、一般に公開していくかというような、連絡が来るかということになるという状況でございます。すいません、簡単ではございますが京都精華大学の、報告でございます。